幕してから冨安の様子がおかしいけん。1月31日、日本代表はアジアカップ決勝トーナメント1回戦でバーレーン代表と対戦。試合は3対1で日本代表が勝利した。冨安は試合後、2対0とリードした後に突き放せず、2対1にされたことにフォーカスし、反省。次回を込めて次のように語った。2点目が入った後にちょっと落ち着いてしまった。間違いなく3点目、4点目を取りに行って試合を殺さないといけないところで、それができずに逆に相手に流れを渡して、その良くないところで失点した。また、冨安は試合前にもコメントを残している。それがこちら。自分たちから仕掛けるところは間違いなく変わらないところであって、本当に相手に希望を与えないことが大事になってくると思う。アウェイサポーターもたくさん来るでしょうし、その中で試合の会場の雰囲気を殺すというか、相手に希望を与えずに、スタートからエンジン全開でやる必要があるかなと思っていますね。ますます頼もしいね。そういうのたまにあった方がいい。ちょっと日本は穏やかに見られがちなんで。重すぎる冨安草。決勝の頃にはアジアの他の国が思い上がらないように正しい絶望を与えるのが自分の役割とか言い出しそう。やり落ちしてない。冨安語録おもろすぎる。アルテタの影響かな？次はどんな言葉が出てくるんだろう。物騒だけどものすごく頼もしいね。こちらは日本サッカー放送室です。これからもサッカーの面白ネタを更新していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。